僕らの国会皆さんこんにちは皆さんこんにちはどうぞはい。令和五年十一月二十一日に収録を行っています、はい、今回のテーマですが岸田首相習主席会談ということでこのテーマについてお願いしますまずですね、えー、私の個人ブログに守る会があ V 撤去の提言したことをお総理が受け止められて、はいえー、習近平国会席に こ部位撤去をおっしゃったのはもう一度もう一度っていうか動画で初めてですけどねブログで書いた通り評価します <はい S 2> ただしですね <はい S 2> あのブログにも正確に書いてあるのでよければもう一度見ていただきたいんですが要は本来は日本が自分の意思で撤去して何も問題ありません。<はい S 2> 外務省の説明だと えー、国連海洋法条約には撤去していいって権限が盛り込まれてないという説明ですがしかし撤去しちゃいけないということも盛り込まれてないので、うん、こういう場合は普通は主権国家ととしててややるるべきことをやるっていうのが普通なんですよねだから本当は岸田総理は習近平国家主席に対して、あのー、これはあ不拉致なことであるからあ日本側が あ撤去しますよ、いいですね、それでというのは本来の,あの首脳会談といっても人と人なので僕らの普段の人間関係もそうじゃないですかあのただ、ここでちょっと誤解してほしくないのは領海と入った時経済水域のやっぱ区別がついていない方はある程度いらっしゃって、はい、で僕に、領海なんだからって書き込みがもう今もよく来るんですがあそこは領海ではありません。はい で排他的経済水域で、で国連海洋法条約のその原文を行った皆さんにお見せしたと思うんですけど。そこには試験的権利とか、うん、あるいは管轄権って言葉あります。はい、でも試験ではないんですよね。試験に近い権利だけど、領海じゃないのです、で試験の行使ではありません。うん、ただし、あのこれがまあ国連海洋法条約の実はミソになっているところであって。領海だけじゃなくて、もっと広い範囲で。 あの例えば他の国の勝手な行動を許さないと管轄する権利があるってそういう意味ですし主権そのものじゃないけども主権に近い権利があるっていうことが盛り込まれているのがその、まあ、武力紛争とかそういうことを起こさずに同時にそれぞれの国にとっての大事な主権を保護するっていう意味が現れてるわけですよね。ここののとに基づけばままず日本が取りますよってて宣言してその上で その上ででも中国の側が取るんだったらまずそれを見ましょうとで取らないんだったらこっち取りますよとこれはこの僕らさっき言いかけたのはね、まあ、家と家が建っててそれでいわば主権っていうのは庭の中ですよね。でも両方の家の人や車が使ってる道がここにあってそれが剣道とかあるいは まあ国道って家の間にあしてないと思うけどまあまあそういう場合もないわけじゃないでそうじゃなくて市道の場合まあお互い使ってるんだからで国と国とですとややこしくならないようにその真ん中にいわば線を引っ張ってこれは日中中間線ですよね日本側が言ってるで庭の中じゃないけどもやっぱりそれぞれの家に近い方はお互いの立場を大事にしましょうねでもなんか用事ある時は言ってくださればねっていうか普段から言っといて。 そのお互いの車が走ったりするのはいいですよねつまり船ですね梅だったらそういう話じゃないですか、はい、でそうするとそこにゴミがそのこっちの家に近い方にそに大きなゴミつまり車の通行に邪魔になるこれ V は船の通行に邪魔になるだからこれ取りますよと、うん、ただ何か理由があって置いたんだったらそ,そ,そっちが取るべきでそれ取らないんだったらこういわば通告でこっちが取っちゃいますからね、うん、取っちゃ 取ってしまったとおたくに返さずにしてますよとうん、うん、いうことを言うっていうのがところが総理がおっしゃったのは話の半分半分っていうか本当は半分になってなくていわば話の2割ぐらいであって言うべきことの要するに中国に取ってくださいってことをこうおっっしゃったんですよねでこれってあの例によってお願いなんですよね。はい でででもこれお願いいいっちゃいけないんですよ、うん、ボールを中国側に投げたブログにも書きましたけどボールが中国側に投げられたとまではいいんだけど、うん、実はそのボールがちゃんと投げ返してこないんだったらボールが向こう行ってんのに知らん顔するんだったらお願いベースじゃないのでじゃあこっちがやりたいのやりますよっていうことなんで、うん、そこの根幹が岸田外交に現れていないなんですよ、うん、あのブログに僕は仮に1週間って書いたんですよね。うん、中国側が動かずに 1>, 1週間そのまま放置するんだったら、じゃあ1週間経ったらもう、うのそのあと日本が海のゴミとして、守る会の提言、ブログに写真でアップしてますけど、ここでも皆さんにお見せすると、これは総理の手に渡ったそのものと同じものですけど、ここに海洋ゴミこれ、我らがあ高木慶守る会事務局長の,この発案なんですけど、これ、非常に正しい言葉だと、僕は思います。うんはい、それで <laughs> えー、日中首脳会談が行われたのはサンフランシスコの時間で11月16日日本時間に直すと11月17日です今収録してるのが21日ですから今4日目なんですよね、うん、だから負傷私の提案で申せばですけれどもあと3日経っても中国側に今までと同じように何の動きもない場合はこの1週間経った段階で日本がゴミを取るべきですね。でもそういういことが 盛り込まれていないいなので根本的にお願いする姿勢だから、何が起きたかとというとこれもう一度言いますか習近平国家主席、ね、GDP 世界2位それから日本の岸田総理 GDP3 位ないしは4位、ね、だから世界の大国同士の話し合いやっぱそういう目でみんな見るけどでも全く普通の人間の対話と同じことなので。うん 何を言ってるかというと頭の中身が動作でで現れるんですよ、うん、でこれが人間の素敵なところでもあり人間の正直なところあるいは人間の実はコントロールしきれないところなんですよつい名は体を表すって言葉とは意味は違うけどでも思ってることは実は外に出るのが人間なので繕っても。したがってどうなったかというと皆さんやっぱりショックを受けるべきものは。 あの OK、になった方がいいと思うんですよつまりえこれはあの、まあ、見ないことにしようかっていう気持ちが働くんじゃなくて何言ってるかというと習近平国家主席と最初の挨拶をなさる時に岸田総理の,この姿勢が、ね、例えば背がこんなでも別に構わないんですよ岸田さん日本人としては決して小さくないので、うん、でもこう,う体格差とかいう問題じゃなくてそこをみんな見るけど姿勢なんですよ。 はいね、あるいは目線の送り方で、あのー、最初から相手をこうちゃんと見るさ結構苦手ですよね、うん、あれやっぱり独裁者の特徴で<ー>独裁者と話してる時に、はい、これ本当は中国でも北朝鮮でもロシアでも同じだと思うけど要するに独裁者の目をこうじーっと見てねっ三浦市長。見 あのお好み焼きおいしいとかいう話でなんで急にお好み焼きやろかそういうふうなじゃなくてやっぱこうで「はい、あの主席あのお好み焼きはお好きでいらっしゃいますか?か」これやってここが何んじゃあ伏せ目になりますで習近平さんはもう独裁者になられちゃったからちょっと苦手なんだけど岸田総理はもうそこにこう合わせるかのような姿勢になっちゃってもうこういう感じで握手するようになるでしょ。でこれはねあの 私たち日本人にとっては外へ出る時にちょっと気をつけた方がいいのは僕らはお辞儀文化じゃないですか、はい、あれねアメリカ人が比較的知ってくれてるのはあ日本はこういう文化なんだうんでも、はい、例えばアフリカ諸国とか、はいね、それから中央アジア諸国はそれ慣れてないので、うん、なんだこれ俺の進化か。で中央アジアもアフリカも結構独裁権力があるのでうんそこに行くと実は誤解されてるんで。うん いや僕は民間じゃない感じだけどそういうとこ回っていくといやその日本はあれだけ国力があるけど実は俺の下なんだみたいなことが伝わってくるからえって原因たどっていくとこうやって会った時におじ普通に礼儀正しくお辞儀してるのが向こうから見たら進化にになったサインに見えだからこれは例えば国によっては子供の,の頭なでちゃダメだとか、うん、そういうのはあるけどやっぱその国に行くならその文化を知った上で、うん、最低限した上で行かないといけないんですよ。それで今回の 日中首脳会談の始まりむちゃくちゃきついこと言いますけど,どこを見えたわけですよ奥さん,奥さん今日クリーニングあります奥さん今日クリーニングあります <laughs> ご容聞気に、はい、すいませんが見えかねないってことですようん見えたって言ってるんじゃないですただですねこれなんちゅうきついこと言うんだと岸田総理もご覧になってたら思われるでしょうが すみませんちょっと個人的なことを言いますが、えー、私は共同通信の記者になって、まあ、同居の連中と別れ別れになったじゃないですか心から同居の連中みんな好きだったそれである時こうみんなが、ね、もう人生最後に集まる機会があった、うん、その時に、あのー、名前はさすがにやめアイか「くん」っていうね頭文字アイの人柄のいい 実直な男が僕に近づいてきて同期の「青山さん俺やめようと思うんだけど」ってえ入ったばっかりじゃん」って言ったら「いやこれ御用聞きだよ」ね、奥さん今日国にーありますか?」みたいにね警察行って、うん、刑事課長に、ね「今日事件ありますか?」ねうん、今日何かありましたか?」もうこういうのは嫌だっつうわけ、うん、で彼はもともと商社マンだったわけそこを辞めてきたっていう変わり種だったけどだから僕は「え同じじゃん」って。 それと申し訳ないけどちょっと取材の方法が違うんじゃないかって、うん、そうじゃなくて「商社マン時のあなたは多分こうだったでしょ」ほらこんないいものありますよ」うん、ねこんな素敵な銅像ありますよ」ってこれを置いたらねみんなの志が高くなりますよね今日か欲しいもあります」って言ったりしなかったでしょ、うん、こんなんありますよ」どんなことだからとにかく新人記者なんだろうが暴力団のところとか あれ商店街ででもいいんですよ回って回ってねそうすると何かきっかけあるから刑事会社こんなのあってこれやっぱ問題じゃないですかって、ね、例えば暴力団が国の中に武器持ってるらしいっていのほっといていいのかっていうやったらね当然向こうは怒るからなんか勝たなことすんなっていその若い記者の分際でいうかそっから始まるんだということ言って彼はそれをどう思ったかわからないけれども、うんうん、無事にその後記者を続けたわけですよお<ー>で,そ,ですそれを思うとねそのもう一回言うと 日本国の総理が何かこうお願いするでしかも部位を取りますよとでその前にあなたにも時間的猶予を与えましょうね対等ですからと、うんね、で排他的経済水域が主権そのものじゃないっていう国連海洋法条約の精神に乗ってるとこれは正しいと思うのでと思ってれば最初からこうなんですよ、うん、こうはならないって、ね、中身がこうなのに こううっていうやり方もあるけどいやそうじゃないと思う僕は。で中国はしかも国連海洋条約を無視するので有名で南シナ海でも東シナ海でも、はい、実は本当は日本海ですらそういうことが起きるから,だからそういうことを世界に示すためにもこの V の件ってのはとても大事なんですよ。うそうするとですね例えば他の問題ね他の問題でも総理はこの日中首脳会談終わった後にこう長時間ぶら下がり資材ってやつをお受になったんですよ。それなぜかというと あれもちゃんと言いましたこれもちゃんと言いました、はいね、こういうそのちゃんと言いましたよっていう話がねいくつもあったわけですよ。そのはい、実際にそのおっしゃった中身を、まあ、あの僕はあの政府側から最終的には手に入りましたけど本当に長時間あの丁寧に岸田総理らしくねお話になっていていやそれがこれ全部ちゃんとこって言いましたからね。でも 言いましたからねっていうのは首脳外交とは言わずにその向こうからどういう回答があったのか、うん、あるいは回答ないことでもこの先どうなるのかっていうのが大事なので、うん、それはもちろん首脳会談の中身をつまびらにできないから、はい、でも最低限どういう反応だったかっていうのはやっぱりあの主権者にしていただくことは最終的には大事なんですよ。それで今それ全然伝わってないでしょ、うん、全然伝わってないからそれは国会議員の責務としても実はどうだったかっても調べていくじゃないですか。はい そうすると、うん、誰がどうってことももちろん言えないけれどでも実はこういうのって例えばアメリカとかイギリスとかもある程度共有するんで、うん、ある程度ですよでもそれを全部総合するとね外務省が漏らしたってこの話じゃなくて、うん、全部私の責任で総合すると習近平国家主席は全くななな回答なさってない、うんうん、逆に一つでもあったら中国大使館経由でいいですからいや本当はこうやってあの日本側のお求めに応じるった v なら V なる V でいやわかりましたじゃあ 早急に撤去します。行ったというならどうぞあの行ってきてください。それはもうあの迷うことなく訂正しますちゃんと。でも私が今まで知った範囲だと聞いてるだけ。でこれってだからあのさっきのね、えー、僕や同期が若かった頃で言うとご用件見て今日あの奥さん今日送りがありますって言われてあないわよ。ってそう言ってくれない。うん 奥さん今日国にありますって言ってドアパタンと顔を当てたんだけどパタンと閉められたみたいなもんで、うん、どうでしょうこれを首脳会合と呼ぶのかってことになるんですよただしですねあの岸田総理の外交で最近その目覚めしいことあったのはフィリピンに行かれたでしょこれは正しいんですよ、はい、外交部会でもうはっきり言ったんですけどこれはいい判断なんですよこの時期に南シナ海で苦しんでるベトナムフィリピンね そのフィリピンに行って日フィリピンの防衛協力をちゃんと強めるって約束してこられたっていうのはこれはもっともっとあの商用されていい商用っていうのはこうあの褒められていいことだと思うんですよそういうことに対してこう日本社会が反応鈍いのでちょっと盛り上がらないわけだけどやっぱこういうのはみんなで反応すべきででもこれもですね相手見てつまり フィリピンが中国の拡大主義に苦しんでるからちゃんと日本が支えますということを言ってそれが評価僕は知ってるわけだし外交部会で外務省にも行ってそしたら部会終わったら外務省の幹部が「さささささ」って走てこられて「今日は褒めていただきありがとうございました」って言われて「いや僕は正しいことあったらちゃんと褒めますから」って言ったんですけどね「褒めますから」って偉そうですけどそうじゃなくて「評価いたしますから」って申し上げました。それで話を戻すと その後日中の会談でしょそうしたら姿勢を正しくしてフィリピンやベトナムや中国の圧迫に苦しんでいる国々を背負って日本国民を背負うと同時に本当はウイグル人やチベット人の方々も背負って日本は民主主義のリーダーとして話しなきゃいけないので厳しいようですけれどもあの出だしから本当はやり直すべきだと考えています。どうですか はいそうですね本当にこの,のこう何か物事を動かすっていう動きをやっていただきたいなとうう思いましてこのアルプス処理水とあとはそのか、えー、と輸入規制,輸,出規制あ、まあ、輸入規制ですねに関してはちょっとこう動きがありそうな報道があるんですがそちらは、なんかちゃんと岸田総理は動かそうとしてるんですかね。 えっとこれは実はですねあのこの件もだから岸田総理は日中首脳会談の後にその件もちゃんと言ったっていうことをかなり具体的にあの記者団におっしゃったわけですよね、はい。でこれは実は日中首脳会談の前に伏線があってつまりそもそも首脳会談やるのかどうかってのは必ず駆け引きになるんでその時に中国側からですね科学的専門家同士の議論の場を 作りませんかって話があったんですよあ,あちらからから行ってきた日本は前から言ってるけど、はい、それに応じたって形を取らずにチャイナの自分の判断でいやチャイナの言ってることこそ科学的なんだと、うん、全然非科学的ですけど、はい、チャイナの言ってることは科学的だから中国の一流の専門家を出して、ね、日本の専門家でも 話してあげようううじじゃななないいかかこ感んるほどら超上から全く非科学的なことを言ってる人が <laughs> 科学的にやりましょうって言い出した、はい、でもこれはもちろん、うん、あの本来ただねこれ科学って中立的だと思うのは、ま、それはもう言い方悪いけどまさしく甘い考えで、うん、もう全然中立じゃないですからこれあの例えば社会科学は中立じゃないと分かっても。 自然科学は中立だろうと思うじゃないですか、うん、全然そんなことないですよ。うん、あのそれこそ唯物論っていうのが中立なのかってことになるので、うん、実はエロイデオロギーですごく自然科学が歪められるっていうのは歴史が証明してるわけですよ。うん、ただですねこのケースでチャイナがその科学者同士で言い出したっていうのはこのこうやってって振り上げた拳が誰にも支持されない。はい どっからそうすると「うーるとこうしたいので「うんうんうん」にする途中として「あこれ科学でどうでしょうね」っていうのを間違いなくサイン出してるからそれがあっての実は日中首脳会談だったのでただしあの岸田総理が今後もしも中国側に妥協出てきたら首脳会談の成果として例えば。 あの胸を張それはだってあの日中首脳会談の中国に来た若い記者の人に僕は言ったんだけどこれはサミットってあるでしょ g ムサミット、はい、でサミットって高い山の頂上、まあ、高いに限らないけど、まあ、この場合は高い山の頂上でそこに首脳が登っていくんだとね頂上の合意目指してそこにシェルパーって言ってで実際ヒマラヤ登山する時には あまりにも厳しいので一流の世界の登山家でもシェルパーって地元の人をつけて重いものを持ってもらってねルートを確認してもらってってやってるじゃないですかそれでこれサミットだけ G7 サミットだけじゃなくて大きな国の首脳会談大きくなくても本当はシェルパー必ずいるんだとでそのシェルパー同士で実はこの「科学」ってことをキーワードにして中国のこの振り上げた拳を下ろして下ろすってことは。 最初は一部であっても金融措置が緩和されるってことになるからそれが実は始まってるんで国会日中首脳会談ですというのをもう会談終わって,って取材に来たからそのいわば水面下をお話ししてで熱心に取材して帰ったけどおそらくデスク部長が青山の言うことは記事にするなということで多分没られたと思うんだけどね。ははい、はい、はいありがとうござまます、はい、では今回のテーマは以上にしまして いただいた感想をご紹介したいと思います。はい、その前にこれちょっといい。はい、どうぞ。いただけでいい。はい。皆さんいよいよう実物の本になりました。はい。ようやく手作手作りから本物に <laughs> 変わりましたね。手作りバージョンも好きだったんですが、これこれ <laughs> 僕は小学校の工作以来の <laughs> 切っただけや。<laughs> あの手作りバージョンだったんですけど、これがいよいよ本物の本になりまして。はい。ええー。 こういうい青空の写真から始まってで,す、ねはい、でえっとですねこのまさしく科学的なこういう図もあってこのどれぐらい女性として妨害を受けてきたかそれをどうやって男子と連携して乗り越えたのかっていうことが一つの柱もう一つの柱がメタンハイドレートって本当は今どうなってるのかっていうことをこのやっと包括的にあの実証的に えー、描いまああのー、三浦氏もこれ本がやっとこれまだ見本本ですけどね、えー、発売まであと45日ね三浦氏もこれから読むわけですけど「女王大対象だけ日本はアマテラス大神の国なんではいでちょっとこの時間が長すぎるかもしれないけど私が長い解説を書いてますまあ簡単に言うと母ちゃんの本なんで。 母ちゃんの本を旦那が解説するというのは、えー、なかなか珍しいことだと思うんですけど <laughs> 解説ということで、えー、一生懸命書きました公平に書きましたできたら予約して読んでくださいはい皆さん読んでくださいだ感想はまだですね、はい、世の中まだ出てないからはい、はい、こちらはもう実は皆さんまだボログでも何も言ってないんですけどごずれになりましたはいご連れ皆さんありがとうございます、はい どうぞ。はい。先、えー、読んでいます。今二章を読み終えたところです。うんえー、目次を見て沖縄のテーマが多いことに少し驚きながらどんな展開になるのか思、うん、い、えー、記述を覚悟しながら読んでいたのですが二、うん、の章ではとてもワクワクした気持ちになり、うん、まだ、えー、途中ですが思わず感想を送ることにしました。チャンドラボースジャパン大学ってとても素敵こんなことを今まで知らなかった。 こんんな努力を知らずにいて申し訳ありませ今の世の中陰鬱な気持ちになることが多いですが今私たちは変革期にいて今見えてるものは乗り越えていくものだそう思うと目の前にあることに一喜一憂せず世界が違った景色に見えてくるような気持ちです。 3の章以降、どのような内容が続くのか、また読み終えた後、感想を送りたいと思いますという,う、はい、ありがとうございます。僕は本のすべてをお自分の手作りでやっています、常に。だから、デザインもそう、で、新章って本当は全部同じ表紙でなきゃいけないんだけど、えー、このおワニブックスの佐藤社長が理解してくれて、こうやって僕のデザインになりました、で、章のタイトルも自分でつけます。 えー、二の章は今言っていただいた二の章は「動けば雷電のごとく発すれば風のことし」本当はこれ高崎晋作さんのことを盟友が20代で亡くなった晋作さんをしのんで言った言葉ですけどやっぱこれこう、あのー、子供の頃から大好きなんですよほう動けばギザギザか雷電のこと <laughs> 発すれば風のことしてザあーためが降ってきてねブワーッと風も引いてカラッと晴れるとなるほどこれが日本の男児の生きる道じゃねえかというふうに少年時代に思ったのでこのショーのタイトルをつけてる時は嬉しかったんですよはいはい皆さん感想は青山茂春のブログのコメントまでお寄せくださいお待ちしておりますこれもいずれ本が出たら感想を青山ちゃんらかぜってブログも何も あの人はネットやらないので、はい、僕のブログに送ってくださいはい、はい、そして皆さんお待ちかねのチャンネル登録シリーズです、はい、今日はもうあんま時間がなくなってきたんですが京都シリーズに戻っていまして、はい、これはね短くていいと思うんですがあの宗教担当になったいっ前に話しましまたたよね、はいでえー、宗教担当になった本当の理由はぬのやんことぬのぶきデスクがあとにかくあのピーの問題で「 えー、しっかり後追い記事書いてくれ、それも一日終わったわけですよね。で、こっちはいよいよさ、あこれで。ね、文化の香り高い宗教担当、文化担当と同じなんで、やれると思ってですね。はい、それで、これまた P にしますか。京都には、その、大変な、はい、その、総本山っていうのは別にね。ね、えー、東西両本願寺だけじゃなくて、いっぱいあるわけですよ。はい。で、そういうところは、やっぱきちっと回っていこうと思ったから。うん 名称を持ってですね、えー、京都東山の、ね、今 P が多分入るところですがに行ったんですよそうすると観光客すごい多いところですから観光客用の登っていく道とちょっと小高くなってるんですけどそ,のそうじゃない登り道があってですねでそこを僕は歩いて行ったわけですよ。はいはい、で歩いていったらですね後ろからね すごい音の車が迫ってくるんで見たら歩きながら見たらキャデラックなんですよ。って一瞬思ったけど <laughs>、はい、そのキャデラックはねこれ僕を当然見てるわけですよね。でも全然スピード落とさずにグワーッと上がっていって、うん、放送されてないからそこ観光客と違って、はい、ブワーッとここはサウジアラビアかみたいな。 <え>煙<が>当時まだサウジ行ったことなかったですけど、はい、すんごい浴びたんですよもう真っ白、うん、もうあの革靴が白くなったのがよく分かった、えー、それでやっぱこの野郎と思うじゃないですか <laughs> そうですそ,れその前事件記者だから、はいまあ、あのその暴力団のとこ行ってこのような感じの車あるのいっぱい見てんじゃん,うん、うん、でもはっきり言うとそれとそっくりでしかもね、はい、ブワーッとこうなってるけどこう一緒が見ようとするからこんなでかいね、はい、リアウィンドのところに お坊さんの頭がすっ、はいはい、ごいでかい車だから、えっと、3人じゃないな4人並んでたキャデラックのだから昔のタイプですよ、えー、でっかいそこにね「総本山」って金文字が書いてあるわけ金文字えそっくりなんだよ例えば暴力団とね<え> <laughs> あの別に言っていいでしょこの七型のマをクをつけて、はい あの何々組ってこう書いてんのと全く同じなんだよ。はい、へえすごいですねそれでだからこの辺から噴火しながら僕上がっていって、はあ、それで宗教担当記者で,で、まあ、はっきり言うと世界の共同通信でとは思ってないだろう僕は。だろうけど一応こっちはもうそのつもりで行ってこの白くなっちゃってる体だけどさあのやっぱりお寺だから靴脱いで上がって。 前みたいに靴取られないことを、ね、願いながらこう冗談抜きで、ね <laughs> はい、<laughs> ショック大きかったから、ね、新人記者ですからまだ新人じゃないやでも三年目ぐらいだよねそれで名刺持ってその曹本山の一番偉い人とね宗派によっていろんな呼び方なんですけど館長とかホスとかいろんな呼び方あるんだけど、うん、まあ PP ばっかりややだからあのここで行っちゃうとどこの寺かわか,かっちゃうから言わないけど一番偉い人がちゃんと会ってくれて またたずらりと並んでるわけだ閣僚みたいに<ー>そこで僕はいきなり「はい、さっき僕を追い越していったでしょ」って言ったの、うん、は「シル知るませんよ」いこと言うから、はい、追い越していったんですよって、うん、運転してた人は気が付いたはずで私を追い越して「ほらここ見てください真っ白でしょ」って、はいうん、これね <laughs> あのオタクたちがかけていったんですよ、はい、で「オタクたち」って言い方そのものに興奮すなきけ向こうはな内心で<ー>だって 大宗派の大のの本山の、ねはい、一番上だからの僕から見たらみんなのいわば一生懸命ねまあ仰せというか献金というか呼び方がいろいろあってもそれで成り立ってるわけですから、うん、観光客がお払いになる拝観料も含めて、はい、僕はそういう意識あるからそれがどうしてあんな車にえ僕と同じように歩いていけばいいじゃないですかって。 親鸞だけじゃなくてねそういう方多いわけでしょ自分のことを構わずに一生懸命テクテク歩いてさ当時はキャデラッなないからだけど会ってもおそらく歩いてね布教して回って人々の救済を願われたちょっとおかしいんじゃないですかっ,ったらもうそこであの空気最,悪最,悪最悪だけどあれ向こうは あん中に覚えてる人はいるかもしれないけど、まあ、若い層も端っこのようにいるから、その僕がやっぱりこれをやってると要するに観光寺とかね、葬式宗教って言われる原因になるんですよって、んみんなの救済のために、この例えば時間がないから車で上がってるっていうのはまだわかるけど、その根本のところがやっぱり日本の仏教会全体を沈めることになるんじゃないかって言ったんですよ。 でもうあのそれはあのー、前に靴取られた時に事務総長に行った時と同じでほとんど返事なかった、うん、ところがですね、はい、話はもうここで終えなきゃいけないけど時間ないからでもその、うん、だいぶあとにねだいぶあとですよ僕は行政担当に代わってあの京都市と京都府の担当になった時に京都市が箏保存協力税っていうのをお寺からお寺からじゃないんだよ本当に配管客から取ると。うん でもものすごい騒ぎになったわけです、はい、実はその税の導入自体が私の特ダネだった、うん、だ地元新聞はびっくりしたわけですよでこれどっから出た話か情報源は絶対言えないでももちろん一つじゃないんです本当は市役所の中、ね、だから直接関係ない府庁の中そしてお寺ですよ、はい、だから僕は分かりませんよ分からなないけどあの時大きな部屋で 閣僚もいてお,お世話役の若いお坊さんもいらっしゃってやっぱり現状じゃくだからやっぱこの記者生意気だけど決してその砂をかぶったから言ってるわけじゃなくてこのあり方を言ってんだって分かってくれた人がいるっていうのはその後僕は徹底的に回っていったから相手の賃に関係なくとにかく出会うあのお坊さん全部に論争を挑いただ いろんなみたいなもんだけど偉そうじゃなくて、ね、もうあの関西言葉がネイティブなのも活用できるわけじゃんこれちょっとこれどうなってんのこれって若いお坊さんに言うと「うん、俺もおかしいの思ってんねん」ってことを言うわけだよ、うん、こんな下げていてもだから、えー、三浦翔がもういかん話はめんな <laughs> やめんかいっていう目なのでチャンネル登録はですねその若いお坊さんにしようかと思ったけど、はい、やっぱりそれでも最後まで僕の話を聞いてくださった。 あの一番トップの方に敬意を込めて聞いていただいて、ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。はい、<laughs> はい、皆さんチャンネル登録ぜひお願いいたします。はい、えー、そして独立後演会のご案内です。一月の二十一日、東京にて開催されます。こちらの申し込みは十二月の六日から始まります。ぜひお越しください。はい。来年は自由民主党総裁選挙のある年です。急に声が大きくなって申し訳ございません。 私は既に出馬宣言をしておりますでそれを具体的にどう進めるかということを相談する場が、内緒で相談する場が今や独立後援会です、ここしかありません。だからぜひおいでください、それと同時に、期限が過ぎていても、住民主党員になっていただくことは、住民主党は簡単には消えないので、 自民主党を中から変えていくっていうのは、やっぱりじっくりした取り組みも必要なので、その意味で僕らの連帯を強めるために、どうぞこの事務所を通じて、しがらみのない初めての住民主党員を生むことに協力してください。はい、はい、動画の下の説明部分、概要欄からお申し込みいただけます。 それでは、今回もご視聴ありがとうございました。デジタルより、人の気持ちは伝わりますからね、大変だけど。いやいやデジタル化しましょう。し,したいですね。<laughs> はい、<laughs> ありがとうございます。<laughs>